はい、どうも、ヒガリです。どうも、カイノリスです。今日なんですけども、はい、エアマックス95の方で、ちょっとね、はい、追加の情報というか、アパレルのね、話もちょっと出てきてるということで、はい、今日はそのあたりをちょっとやっていきたいなと思います。はい、あとですね、はい、以前からね、はい、何度もお伝えはしてるんですけど、クライバーとナイキ SB ダンクローの方が、ね、まあ、スニーカーの方に、これ嬉しいですね、はい、出てきているということで、はい、あとですね、サカイと、はい、ナイキの、ベイパーワッフルですね、はい、新色の方2色、はい、2足とも出てきているということなので、ね、このあたりはちょっとね、ちょっとね、後半戦暑いですよね。そうですね、意外と、ね、はい、色が出てきたなという感じなんですけども、あと、なんか陸上とか。そうですね。はい。来年発売予定のエアジョーダン6で、はい、リークが出てきているんですけど、はい、まあ、来年っていうのは、エアジョーダン6が誕生して生誕、30周年ということになるので、なるほど。はい。まあ、それに合わせて、いろいろ出てきているんですけど、まあ、新たなモデルとして、リークが出てきているのと、はい、あと、12月30日に発売されるんじゃないかって言われている、エアジョーダン11のアダプターじゃないですか。はい。まあ、あれの、まあ、少しちょっと小ネタと言いますか。はい、出てきてますので、はい、ちょっとこちらご紹介したいと思うんですけども。このチャンネルではスニーカーやファッションに関する陸情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の動画を済んでない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、はい、早速なんですけどもね。そうですね。皆さんお待ちかねと言いますか。はい、僕ら自身も、はい、はい、めちゃめちゃ欲しいと言っているやつなんですけどね。はい、はい、エアマックス95なの、イエローグラデーなんですけども、はい、こちらの方がですね、はい、雑誌のマスタードっていう雑誌もありまして、はい、そちらの方でね、まあ少しだけなんですけど、エアマックス95について特集がしてまして、あ、そうなんですか。はい、ですね、僕はこれ知らなかった情報なんですけど、はい、アトモスさんの方で、まあ今月のね、12月17日に発売されるのは、うん、ローンチカレンダーに載ってたんですけど、はい、雑誌で特集してたのは、はい、エアマックス95もそうなんですけど、はい、それに合わせてですね、こういった形で95の、まあいわゆるアパレルといいますか、を発売するっていうのに来てましたね。はい、赤であったりとか、うん、T シャツの方が着てまして、はいはい、これは、ね、一応日本限定っていうふうに書いてましたね。まあ日本ではね、はい、エアマックス人気高いって言ってますかね、海外よりもね、はい、でこれを受けてですね、アトモスさんのローンチカレンダーを見てますと、はい、ちゃんとこれ着てましたね、このアパレルの。そうなんですね、はいはいはい、で、アトモスさんの方でローンチカレンダーに12月の17日にですね、エアマックス95の発売が来てるんですけど、はい、一応、まあ、抽選っていうふうに書いてるんですけど、うん、抽選がいつなのかっていうことまでは、うん、ローンチカレンダーには書いてなかったんですけど、はい、これ僕が見た雑誌の方では、はい、14日のっていう風になってましたね。あ、14日から抽選始まる。そうなんですよね。はいはい、アトモスさんの最近のパターンで言うと、発売日の前日の、朝の8時59分までが締め切りになるので、うん、まあ、14日に始まっておそらくなんですけど、うん、あくまで予想なんですけど、うん、16日の8時59分ぐらいまでかなっていうふうに思うんですよね。なるほどね。はい。まあ雑誌の方でこういうふうに14日からアトモスさんの方で抽選が始まるというふうに書いているので、はい、まあ、事前に多分おそらくね、前の日ぐらいまた出てくると思うので、そうですね。まあ、ただこういう流れはこちらでもう一度ご紹介したいなと思うんですけど、お伝えしていこうかなと思いますよね。はい、なんで、まあ、スニーカーズの方で一応当日に抽選してもらうのと、はい、まあ、事前の抽選っていうのはアトモスさんの方で、まあ、2日前に来ているのと、はい、あと今 SNS の方でね、はい、抽選がもう始まっているので、僕はこのアトモスさんの14日の方の、抽選受付が始まったら、まあ、応募しようかなと思ってるんですけど。僕もしようかなと思ってるんですけど、もう、ここ数ヶ月当たってないですね。そうですね。残念ながら。はい、で、僕、スニーカーズのスタッフも申し込んでますけど、はい、スニーカーズのスタッフ当たったことがないので。あ、僕ね、スニーカーズのスタッフは強いんですよ。あ、そうですよね。昔、はい、500人に1人って。ありましたね。あった、あれ名前なんでしたっけ ?UNC かな。ナイキ S ローダンのコラボの UNC ですね。はい、UNC ですね、はい。それもね、僕当選したんですよ。なんですよね。はい。あ、なんで、まあ、ちょっとね、はい、このマックス95の方も。応募してる方がいいんじゃないですかね。そうですね。はい。まあ、ね、ちょっとね、スニーカーズのスタッフの引きがちょっと強いみたいな。そうですよね、はい。応募しようかなと思うんですけどね。まあ、はい、運が良ければね、スニーカーズの方でね、17日に朝ごってもみたいなっていう感じなんですけど。動画はね、エアマックス95で見たいですよね、はい。そうなんですよね。はい。ちょっとまとめますと、はい、まあ、アトモスさんの方で、この雑誌によると14日から、応募のが始まるのと、うん、あとは、アパレルの方が同時に発売されるっていう情報が出てたっていうことなんですけど、ね。うん、なるほどね。はい、まあ、T シャツとかね、はい、パーカーってなんか似たようなものを過去に僕なんか買ったような記憶がありますね。はい、はい、パッと見た時になんかこれ、なんか過去に見たことあるかもっていう、ちょっと、ちょっとなったっていう感じなんですけどね。はい、そうですね。はい、まあ、まあ、発売の情報なんですけど、はい、まあ、これ以外にもよう出てくると思うので、そうですね。まあ、僕らが分かる範囲でですね、まあ、随時こちらご紹介していきたいと思いますので。はい。まあ、またね、抽選情報とかも今後出てきましたら、はい、こちらで紹介していこうかなと思っておりますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。
あの続きまして、あのスニーカーズの方に、ね、はい、いろいろと登場してきているということ で、ね、あのショーン・クライバーと、はい、ナイキ SB ダンクローのコラボですね、はい、これ前からちょっと欲しい欲しい言ってたやつなんですけども、ね、はい、はい、US のスニーカーズの方で、はい、このショーン・クライバーの方にですね、まあ、来てるっていう話してたんですけど、はい、まさか日本のねスニーカーズにも来ると思わなかったんで、はい、あのナイキ .com での発売かなっていうふうにちょっと思ってたんですけど、あ、そうなんですか。アメリカでのスケジュールと同様にですね、12月の19日というふうに来てまして、ここに並んでいるのちょっと見てもらいたいんですけど、はい、堺とナイキのベイパーワフラーじゃないですか、はい、の、まあ、別色の2色なんですけど、はい、これもねスニーカーの方に発売が来てるんですけど、はいはいはい、ただですね、あの海外では12月の17日に発売っていうふうになってるんですけど、はい、日本だとねこれスニーカーズの日にちを見ると23日ってなってるんですよ、はい、あ、そうなんですか。はい、その前日がね、モアアップテンポの発売なんですけど、ちょっとね、またこのリリースの日程っていうのはちょっと日本は違うので、はいはい、まあ23日に来てましたね。これ、ひょっとしたら、あれですかね、堺の公式サイトでも販売はあるんですかね。あるんじゃないですかね。また情報ね、あの、インスタでいつも上げてるみたいなのが出てくる可能性ありますよね。はい、おそらくまあ、また事前の、応募抽選っていうふうになると思うんですけど、はいはい、まあ、23日にこういったふうに来てるので、はい、スニーカーズまでは確か抽選だったので、はい、はい、まあ、僕らこれまだオンラインチャレンジしていこうかなと思ってるんですけど、そうですね。はい、エアマックス95のね、発売の後、割とね、あの、何ですかね、日本での、リリースっていうのがもう結構少ないかなっていうにちょっと思ってたんですけど、ポロポロ出てきてますね。そうなんですよね。モアアップテンポが来たりとか、うん、で、まあ17日の発売かなって思ってた堺のベイバーワッフルがですね、はい、23日っていうふうに来てるので、はい、まあ、後半もちょっとまあ、前半は面白いですけど、後半もまあちょっと面白くなってきたなっていうちょっと思うんですけど、ね、はい、またこの辺ですね、カレンダーの後半戦の方で、またまとめてお話したいなと思いますので、はい、近日にやると思いますね。まあこのショーン・クライバーについてはかなり人気出るんですよ、ね、ああ、そうですね。あの、あれとの兄弟ですよね。あ、そうですね。ストレンジラブですよね。はい。はい、まああの、ナイキ SB ダンクローについては、はい、あのショーン・クライバーの方については、はい、まああの、今後も多分他での抽選情報とかで多分出てくるんじゃないかなと思いますので。SB 系のショップと言いますかね。はい。またそのあたりがね、はい、あの、動画の方でもお伝えしていこうかなと思いますね。はい。はい、あの続いてリーグ情報ですかね。はい、そうですね、はい。はい。ちょっと見てもらいたいんですけど、こういった、ホワイトを基調にしている、まあ、ところどころゴールドと、まあ、ピンクが垣間見えるようなデザインのエアジョーダン6があるんですけど、はい、これ一応ね、あの、まあ、見てもらったらなんとなくわかると思うんですけど、これウィメンズなんです。やっぱり。そうなんですよね。はい、そうですよね。これ一応ね、見てもらっているのはモック画像で、はい、これがね、来年発売予定の、確か7月頃だったと思うんですけど、はいはい、こういったリークが来てまして、うん、で、これはこれモック画像なんで、これ以上のね、画像っていうのはないんですけど、はい、ただね、来年っていうのは、うん、エアジョーダン6がですね、まあ、生誕30周年ということで、いろいろ発売される中の一環といいますか、その一つになるんですけど、はいはい、海外のスニーカー系サイトでこれを紹介しているサイトの、ね、文章を読んでたんですけど、はい、来年っていうのは、その、まあ、6が30周年ということで、カーマインであったりとか、はい、あと、あの、トラビス・スコット、エアジョーダン6のブリティッシュカーギーであったりとか、エアジョーダン7のボルドーを報復させるようなエアジョーダン6がね、はいはいはい、発売であったりとか、はい、ウィメンズのモデルも含まれているので、はい、まあ、来年はエアジョーダン6のね、うん、まあ、30周年を祝う、まあ、リリースといいますか、はい、まあ、結構多いんじゃないかっていうのを書いてましたね。まあね、あの、こちらはやっぱり女性にはかなり人気あるんじゃないかな。本当にこのゴールドのジャンプまで積んでいるんですかね。わかんないですけどね。あの、これ一応モック画像なんで。うん、はい、またあの、情報の方が出てきましたら、はい、あの、こちら紹介していきたいなと思いますね。はい。で、続きまして、あの、年末の、はい。そうですね。今年最後の発売。これはおそらくこれが最後かなっていう気もするんですけども、はい、エアジョーダン11のアダプトですか、はい、そうですね。はい。まあ、以前からね、リークでご紹介させてもらったんですけど、はい、一応12月の30日に発売で、アメリカでの、まあ、定価にあるんですけど、まだ500ドルっていうふうになってまして。結構なお値段ですね。はい。まあ、国内での発売であったりとか、定価っていうのはね、まだちょっと出てきてないんですけど。6万近いんですかね、ひょっとしたら。まあ、おそらく日本で発売されると思うんですけどね。はい。まあ、あの、小ネタなんですけど、まあ、ちょっと見ていただきたいんですけど、この箱がね、はい、なんかこの、なんていうの、シルバーの、まあ、コイルがこう絡まったような、なんかデザインといいますか。ああ、はいはい。っていうふうな、なんかボックスがついてるらしいんですけど。まあ、あのね、電気で、ね、あの、コントロールするわけですから、ね。そうなんですよ。はい。以前ご紹介した時はボックスまで載ってなくて、アダプターであったりとか、うん、その他付属品がですね、まあ、リークでできてたんですけど、うん、まあ、持っている方の投稿でこういった、ボックス仕様になってるよっていうのを示唆するような投稿があったのでご紹介させてもらったんですけど、はいはいはい、まあ、これがおそらく、今年最後の、まあ、リリースがこれかなって感じはするんですけどね。なるほど。はい、おそらくあの後半戦のカレンダー作った時も30日これで終わりみたいな感じで締めくくろうかなと思ってるんですけど。そうですね。はい。思うんですけどね、あの、イレブンって、はい、ただでさえ結構フィット感強くないですか？強いですね。強いですよね。はい。で、これアダプトってどうなのって感じもするんですけどね。ですよね。ちょっと、なんかね、あの、
押しすぎたらちょっとシミが強くなったりとかするんですかね。そうですかね、わかんないです。アダプト自体履いたことないので、そうわかんないんですけど、はい、まあこういった形で消えたんで、はい、はい、まあまたこのあたりも情報出てきたら、はい、またあのこちらの方で紹介していきたいなと思いますね。あの冒頭でご紹介したのエアマックス95のイエローグラデなんですけども、まああの発売の方もね、はい、あと1週間ぐらいまだあるということで、はい、まああの抽選情報はまあまだ出てくるのかなと。いっぱい出ると思うんですけど、ね。しますよね。はい。はい、またこのあたり、あの情報の出てきましたら、あの動画の方でお伝えしていこうかなと思いますので、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヘアレスでした。カイヌズでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So.